ビーツェーンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村である。ビーツェーンは、ベーザー側の湿地と砂地の土地に位置している。この町は、ザムトゲマインでマルクローエンに属している。軍庁所在地のニーンブルク、ベーザーとは、約 13km の距離にある。ニーダーザク選ン州の地域、行政改革の時代、1970年4月1日に、 ビーチェーンはザムトゲマインでマルクローへの一員となった。1973年8月20日に、それまで独立した自治体であったホルテが合併した。11世紀末に、現在のビーチェーンの長域内にシュトゥンペン風前城が建設された。当時の城は現存しない。城山は完全に切り崩された。現存するせい、ガンゴルフ協会もほぼ同じ時期の建築である。 B1000 の町議会は12議席からなり、これに町長が兼任で加わる。2011年から、ハンス・ユルゲン・ワインが名誉職の町長を務めている。この町は、ブレーメンからハノーファーに通じる連邦道 B6 号線に面している。また、ニーインブルグ・ベーザーから、ズーリンエンに至る B214 号線がすぐ近くを走っている。最寄りの駅は、ニーインブルグ・ベーザーにある。 幹線鉄道ブレーメンハノーファー線の駅である。ビーツェンは1997年に廃止された鉄道ニーインブルクズーリンゲン線沿いの町でもある。この路線の旅客営業は1969年9月27日に、貨物営業は1992年に停止された。ビーツェン駅は取り壊され、線路もすでに撤去されている。この町最大の雇用主は、 ホルテ地区にあるビーゼンホーフの経肉加工した受け工場である。この他に流通業、建設業、小売業の業者がある。ニンブルク貯地区銀行とクラーフシャフト法や国民銀行の支店もある。また農業も関連の農機具や農産物販売を含めて、この町の重要な産業である。ありがとうございます。